今回あのパサイダイで少し間違えたけども、あの練習してるのは分かるからです。はい、だから、ジュニア初段、はい、はい、コンザレス・ファビアン、はい、3段、イエーイ、長く練習してるからね、あの技に味があるね、日本で言う味が出てるんですよ。だから味がある、味がある、技に、はい、セバスチャン、ボスカー、ボス、はい、三段、アリエル、ボス、装置の宇宙系とかね、この辺しっかり直してください。あと、こういうとこね、しっかりっていう、はい、で、その辺をしっかり直したらいいですから、3ヶ月の間にしっかりこうして、で、3段、3ヶ月後にお願いします。はい、行きます。はい、4段、リラックスするときと力を入れるときとのこの、なんていうのかな、コントラストっていうのかな、リラックスするときと力を入れる、いつも力が入っているような感じなので、ね、はい、セバスチャン、はい、4段、イエーイ、I told you before. あれだけ動けるのに勉強やったら絶対ダメだよね。もちろんね、問題があるのは分かるんだけど、あれだけ動けるんだから、ね、それでサッカーの選手でしょ。カメラに。カメラに。で、すぐまたスパーッと走れるのと一緒。だから、はい、4段、イエーイ、はい、術、はい、ジャストリッチ、ボス、あ、もういいでしょうか。はい、初球、はい、はい、頑張れさん、ボス、はい、頑張ってください。はい、初球。肩が非常に良かったです。見せげれば、もうちょっと肩。よし。はい、ゴドイ・ロベルト。よし。はい、初球。よし。はい、バード・エドワルド。はい、中球。ボールはまだボールにうまくコントロールできてないからね。もう少し。はい、続きはアビエル君。はい、中級。はい、
4年ぶりに来た。4年ぶりに。で、もう少し、このエネルギーを発散するようなエネルギーが欲しい。人がいい、ね。人がいいっていうのは分かるんだけど、やはり空手だから、マーシャルアーツだからね。やっぱり強さを求めなきゃ空手じゃない。ね、強さを求めるためにはやっぱりエネルギーが必要なんです。ね、だからここに道場君があって人格完成に努めること、これが最終的な目標なんだけど、でみんなすごくいい人で人格完成に努めているんだろうが、もうすでに出来上がってるのかもしれないけども、空手っていうのは強さを求めて、その厳しい練習をした中から、人格を磨いていくっていうのが目的なんだね。だから、この目的とは手段が逆になっちゃうとダメなの。Si este objetivo se da vueltas, está mal. ね、だから、例えばね、組み立ての時に手をするでしょ。ね、そこまではいい人。ね、いいよ。だけども、礼をして入った途端、もう動物と一緒、戦う気持ちで相手を叩きのめすつもりでいかないか、ね、そして終わって礼をしたらまた普通に戻る。そのために礼をする。ね、例えば道場で礼をして入っているでしょ。ね、これどうしてかっていうと、ね、皆さん違いますね。ね、学生の人もいれば、仕事をしている人もいれば、会社の社長もいれば、ね、ハウスワイフの人もいれば、全部違うでしょ。ね、ライフ違うでしょ。だけども、あそこで礼をしてきて、道場に入ったら、ね、白人も、ね、イエローカラーも、ね、クリスチャンもヒンドゥーも、お金持ちも、お金持ってない人も関係ない。ここに入ってきたら、一人の空手家なんです。だから、宗教でも全ての道教だっていうのが空手。だからここの中に入ってきたら、お金持ってても誰も尊敬してくれない。ね、いくら会社でいいポジションがあっても誰も尊敬してくれない。尊敬されるのは唯一一生懸命稽古する人だけ。ね、もしお金がなくても、ね、いくら年が上でも下でも関係ない、一生懸命練習する人は道場では尊敬される、ね、そして終わったらあそこで礼をして自分の生活にまた戻る。だからそういう意味で礼があるわけだよ。だからそこで自分を変えなきゃいけない。やはり強さを求めていけない。そのエネルギーが少し感じられませんでした。だから次回はもっとこの発散するようなエネルギー、ね、それをコントロールする。それを何もないエネルギーをコントロールするのが簡単なわけですね。だからそういう山木田極端に言えばさ、あれと一緒だ、福島と一緒。福島、エネルギーがあるのにコントロールしづらい。だけどもたくさんのエネルギー、いろんなものができるわけよ。だけどそのエネルギーをコントロールできないと、これは全く意味が違うもの。だから
道場に来て強い技を磨いて、それをコントロールせずに外でとかいろんなところで、ね、コントロールできないようじゃ空手をやってる意味が逆に。これそのクリネンが道場に、やべえ、トレーニングにの、いなきにコントロール。しすがんだか、すぐやだめ、全くしんコントロール。だけど、ここに来たら、それを磨かなきゃダメだよ。そのためには厳しい練習する。その厳しい練習から、自分の空手、自分の感じする。だからそういった意味でもう少し元気を出して、エネルギーを出して、ね、頑張ってください。頑張ってください。はい、はい、以上です。はい、おっす。3